日本代表がワールドカップ初出場をかけた一戦、ジョホールバルの歓喜。ワールドカップ初出場を決めた勝利の立役者が野人岡野正幸。日本人最速レベルのスピードでフィールドを駆け巡り、相手ディフェンダーを翻弄。その姿に見る者は魅了され、歓声を浴び続けた岡野。ジョホールバルの一戦でもゴールを外し続けながらも、最後の最後でゴールデンゴールを記録し、一躍日本の時の人となりました。現役終盤はスピードに陰りが見えつつも、知恵と経験と技術で浦和レッズのスーパーサブとして貢献。そんな野人岡野を我々サッカーファンは忘れることはありません。